リバーヘッド駅とは、ロングアイランド鉄道の本線の駅である。ニューヨーク州、リバーヘッドのオズボーノ・アベニューとレールロード・ストリートの交差点、ニューヨーク州道25号線やサホーク軍裁判所の北にある。リバーヘッド駅は、当初1845年6月14日に建設された。初代駅舎は、鉄道の作業員宿舎として使用するために1870年3月に、 移転され、2番目の停車場が同月に開業した。1891年と1969年の間、それは、転車台、給水塔、ポンプ室を有していた。3番目の停車場は1910年6月2日に開業したが、1972年11月13日に、ザ・エージェンシー・ワズ・クローズド。その駅舎は、 信号の保守担当者のために20世紀末まで利用された。リバーヘッド駅は近年、高い床の短式ホームや1910年に建設されたものに似た4番目の駅舎と共に復活され、2001年にリバーヘッド町に売却された。しかしその駅舎は、バンダリズム、窃盗、さらにはバスルームとしての不正仕様の多発を受けて、一般の人々に対し閉鎖されている。 その駅舎はリバーヘッド町が所有し、またが代わりに高床のプラットフォームやその他の快適設備を使用している。この駅はロングアイランド鉄道博物館のリバーヘッドレストレーションサイトの生誕付近にも位置している。歴史的なロングアイランド鉄道の車両やメンテナンス設備のコレクションをこの駅付近で見ることができる。この駅は 高床の短式ホームを線路の南側に一面有し、有効長は一両半である。本線では、この場所では2本の線路と3本の線路が敷かれている小さい走車場を有する。ありがとうございます。